はいどうも佐藤翔天です。今回はですね Xperia 1 Mark 3 を購入いたしましたので、それのレビューをしたいと思います。レビューというかですね今回はですねこの保護シールをこのカバーを取り付けていきたいと思います。それでは開封していきます。パカッということで、このような食べ方のカメラになっております。以前使っていたカメラが私はこの Xperia の S の 04J というカメラです。幅も、長さも、今回は、こういう風に改善されております。はい、こうやって片手で、操作もしやすいということですね。これはちょっと片手ではちょっときついかなという感じなので片手で操作できるという、メリットがあります。まあまあそういうのは今日は置いといてですね、早速ブルーライト 40% カットの、保護シールとこの、カバーをスマホカバーを取り付けていきたいと思います。それでは開けていきます。こういうような保護シールです。ホコリ取りシールと、このような結構しっかりしますね。貼り方がなんかあるみたいなんですけど、僕いつももう素直にめんどくさいのでこういう風にいつも貼っています。説明書読むのが邪魔くさいので、こうかな、ここですね。緊張しますねこの瞬間。最近のここシールはすごいしっかりしてるんですね。はい、どうでしょうか。いいじゃないですか。はい、ということでちょっと空気抜きます。空気を抜きましょう。空気を抜いて、あ、結構一発で綺麗にきました。はい、続きましてですね、カメラからレンズを守るというですね、この保護シールを引き続き続けたいと思います。それではまあ透明なんで見にくいのは申し訳ないんですが、こういう風な感じでですね、この拭き取りやつと、これがレンズのあれですかね。わ、こんなペンペラペンで値段が結構しますよ、これ結構しますよ。700円ぐらいしたかな。大事なんでね、これをちゃんとしないと後からややこしいことになるんで、それではですね貼り付けていきたいと思います。裏返してこれはねちゃんとレンズは拭いた方がいいですね。ホコリも取って、透明なんでなくしやすいです。なんかギターのピックみたいなのが入ってますね。僕ちょっとギター弾くのでわかるんですが、1レンズをクリーニングクロスで拭き、ホコリや汚れを取り除きます。2フィルムの台紙だけを軽く折り曲げて、フィルムの粘着面を半分ほど露出させます。貼り付けサポートツール、ピック、これですね、をフィルムを剥がして載せます。はい、そういうことね。こうしてこのピックでこうするっていうことかな。ああ、ということで、あ、なるほど、
こういうことです。このピックはただのギターのピックだけではなくてでですね、まあ例えばこう半分剥がして、でここにこう乗せて貼り付けるっていう感じです。ということでこれはただのピックではないということです。なぜこれにしたかというとですね、結構スマホって落としたりするじゃないですか。でですね、このやっぱり衝撃に強い方がいいということでですね、こういう縁にゴムが巻いてあるのにしました。まあ少々高いんですけど、まあここで、ケチってしまうとですね、後々落とした時に、割れたりですね、傷ついたりしますので、今回はちょっと思い切っていいやつにしました。このスマホが結構値段するので、それでははめていきたいと思いますが、こうですかね。ちょっとはめ方がわからないんですけども、素直にはまってくれるかな。簡単でした。普通にはまりました。あ、やっぱ見た目もいいですね。はい、こういう感じの、縁がゴムですので、そしてボタンも操作しやすいですね。ボタンも操作しやすいです。ボリュームも電源も、そしてここの充電のあれも全部、ちゃんと穴が開いてあって、そしてカメラもちゃんと、切り取ってあります。このような感じです。いいですね、こんな感じですね。はい、ということでですね、今回は、このように、保護シールと、カバーの方を装着いたしました。ということでですね、Xperia 1 Mark 3、購入を考えている方ですね、ぜひ参考にしてみてください。次回はもっと、中身の方をですね、掘り下げて、商品レビューをしていきたいと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。佐藤商店の佐藤屋がお送りしました。ではまた、さようなら。